ジャンプが3連続、そしてその後後ろにまた3連続シリーズがあると。さあ、そしてこれは日本の平均台と言いますと、やはりこの人第一人者と言っていいんでしょうか。そうですね、橋口選手、はい、本人も非常に平均台を得意にしています。ここからですね、後転飛び、後方伸身宙返り、ちょっと今日は今失敗には見えなかったんですけれども、本人の構成では非常に心残りだと思うんですね。本来ですともう最後に宙返りが一つ入っているんですね。失礼しました。それでいて一番彼女の一番フルの演技ですね。4連続シリーズにはちょっと結びつきませんでしたが、まあ、でも平均台というのは多くの選手が落下したりということで得点をやっぱり稼ぎづらい部分がありますので、そういう点ではやっぱり橋口選手が得意ですと言い切ってくれるところに非常に我々も頼もしいなと思うところがあるんですね。そうですか。本当にどの演技一つとっても非常に安定しています、この橋口です。優勝したグイ選手の、ただ彼女もこれから難度は随分考えなきゃいけないだろうってことは話してました。着地まで行きたいですね、はい、やはり安定性でまとめ方は非常に立派ですね。やっぱりオリンピックを経験したっていうのは随分その選手を大きくするんでしょうね。そうですね、やっぱり大舞台でしかも演技台の上でやってきたっていうことありますからね、はい、でまたオリンピックでは